お前らがやんちゃ坊主なことぐらいみんな承知や。少しつまずいたくらいで下向くな。おいおいどうした。時に何のために戦うのか自問自答しながら、青木選手がまたユニフォームに袖を通した。震え上がるほどの期待という名の別名プレッシャーに支配されては吐きがした。そんな加藤もどんな逆境も力に変えて、全て黙らせてやるぜ。歴史に名を残す時が来た。だって俺たちは間違いなく、そう誰が原動力、今に見てのが背中ホース、また腰段々縛るシューズ、青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる、しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。転がり落ちた2015はさすがに落ちた。どうなってしまうんだろう、溜まってくストレスに不本意なキャリア。事実を前に愕然と立ち尽くすあの日があった。まだまだいけるぞと響くスタンドの声に、息もできぬほどの絶望的な悔しさを前に立ち上がると誓った。そんな加藤もどんな逆境も力に変えて、そんな試練とやらを皆で乗り越えてきたぜ。だって俺たちは間違いなく、そう誰が原動力、今に見てのが背中ホースから、また腰段々縛るシューズ、青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる、しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。もう今じゃスタンダード、そのルーツたどれば俺らがいる。不甲斐ない夜を越えた分、叩き上げられてここまで来た。だから俺たちは間違いなく、そう誰が原動力、今に見てのが背中ホースから、また腰段々縛るシューズ、青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる、しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。テレテテテレテ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 Tere-t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 e